スライムに転生してたくさんの仲間を集め国を作り、まあいろいろと大変なこともあったけど、俺はこの世界で魔王にまで上り詰めた。しかし俺にはまだ決着をつけなければいけない奴がいる。日向坂口、断じて見逃すことのできない敵です。そうだな、待たせたわね。それでは始めましょう。重大聖人である僕らなら魔王にも遅れは取らない。日向様を敵視しているとしたら、仕返しを考えても不思議じゃないさね。魔王リムルより日向様への伝言だとか。相手してやるよ、俺とお前の一騎打ちでな。舐められたものだわ。うぬぼれるなよ日向、期待しておるぞ。彼女を魔王に奪われるのは困るのだよ。世界はロッツォのために。世界はロッツォのために。思ったより早かったな。始めるか。そうね。転生したらスライムだったけ、第3期2024年4月放送開始。